どうもこんばんは、吉達大輔です。今週も始まりました、週ラジです。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、ですね、僕声優とイラストレーター、2つね、やってるわけなんですけれども、ツイッターのアカウントを分けてるんですよ、僕両方で、それぞれでね。で、この間そのイラストレーター大輔のアカウントでとある企画を始めたんですよ。それが定期的にポケモンを図鑑順に1日につき1匹ずつ30分で描けるだけ描いて載せるっていうチャレンジです。はい、こんなの始めてみました。そう、前々からね、こういうことやってみたいなって思ってたんですよね。ポケモンもそれこそ本当一番最初の赤緑時代から、小学生の頃からずっとやってきて、ずっとこうそばにあるものだったのでね、本当なかなかこう僕って半剣ものっていうのかな、オリジナルばっかり書いてたから、あんまり書く機会がないというか、書こうって思うことがなかったんですよね。でもやっぱりね、ポケモンは本当書きたいなって思ってはいたので、今回やってみようということでね、自分へのこう挑戦というかって感じで始めてみました。はい、でこのチャレンジは基本的に毎日やれるかはちょっとわからないので、本当空き時間を見てやっていく感じです。ただもちろんね、空きがある以上空きがある以上、僕は極力ね、楽しいことなんで毎日やっていけたらいいなって思ってます。でね、この企画をそもそも始めた理由っていうところなんですけど、僕がね、筆が遅いんですよね。もちろんその筆が遅いって言っても、お仕事をする上でね、締め切り破ったりとかそういうことは全然全く一度もないんですけど、ただそれでもやっぱりその他のプロのイラストレーターさんの中で比べたらね、おそらくかなり遅いと思うんですよ。結構こうライブドローイングっていう生配信でイラストレーション描いてるよっていうのを見せてくださるイラストレーターさんとか結構多いんですよ、インターネット上でね。でそういう方のを見てると、わあ、この人ほんと早いなって思う方がね、すごく多くて、で僕もやっぱりそういう風にね、ささっといい感じの魅力的なイラストをね、描けるようになりたいなって思って、それでこう時間制限付きの描画っていうのをね、やってみるっていう風になったんですよね。その題材がポケモンだったっていう感じです。はい、ポケモンといえばね、一番最初の初代だと151匹いるわけなんですけれども、なのでね、とりあえず最初の目標として一旦151匹、最後のミュウを描き切るまではね、絶対にね、諦めずに続けていきたいなって思ってます。その先もね、僕の、気力が持てばどんどんずっと続けていきたいとは思ってるんですけどね、まずは一区切りっていうことでね、そこまでやっていきたいなって思ってます。その頃までにはね、かなり上手くなってるんじゃないかなって、信じてるので楽しんでやっていきたいと思っております。はい、で現段階ではですね、7月の7日にスタートしたので、ナンバー1から7まで、できているっていう形になりますね。なので不思議種シリーズ、人影シリーズからのゼニガメまで来たっていう感じです。でね、書いてて予想外だったというか、リザードとリザードンがね、思ったよりも難しかったんですよ。なんか一番こう僕の中で身近にいるポケモンだなって思っていたんですけど、その初代の御三家としてはね、やっぱ人影シリーズすごい好きだったんでなんですけど、なかなかね、やっぱりこう書くのが難しかったんですよね。で逆に難しいだろうなって思っていた不思議花がすごく組み立てやすかったんですよ。なんでなのかなって未だに分かんないんですけど、理由は、ただ不思議とほんとささっと、あれ、なんかできちゃったみたいな感じだったんですよね。もっと苦戦すると思ってたんで、それがね、不思議だなと思って
ておりました。はい、あのダジャレじゃないんですけど言う前にちょっとゲって思っちゃいました。はい、まあまあ何にしてもね、まあこういうね、あのいろいろ発見もありつつ楽しんで、今後も頑張ってまいります。ぜひあの大助のツイッターイラストレーターとしてのツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いいたします。さてここからはちょっと宣伝になります。声優トーク番組ゆきすけ YUM チャンネルで放送中の番組でございます。こちらの公開収録イベント30歳というものが8月の19日日曜日19時半に開演となります。こちらのイベントすでにチケット販売開始されております。動画の、下のテキスト欄に、イベントページのリンクを記載しますので、そちらからご購入をぜひぜひよろしくお願いいたします。前売りチケットにはですね、イベントのオリジナルドラマ CD がついてきます。でイベント会場ではゆきすけをイメージしたオリジナルドリンクもご購入いただけます。そう、あの今回ね、会場に指定した場所がですね、オリジナルのドリンクをあの作ることができるっていうことなんでね、まあ、今回せっかくだしやろうよっていうことでね、出させていただきます。なのでもし来られる方、こちら本当にあの楽しみにしていてください。すごくいい感じのドリンクに仕上がると思っておりますのでね。はい、ともあれ、このイベント、本当に何だろうな、初めてのことというか、だってね、こう自分たちが中心になるイベントっていうのはね、今までやったことないですから、本当初挑戦、頑張ります。楽しいイベントにできるようにね、精一杯努めます。なのでぜひ応援に来てください。お待ちしております。はい、今週のラジオは以上となります。今お聞きいただいている週ラジなんですが、月の最後の金曜日には同じ時刻に姉妹番組を放送しております。こちらは映像での放送でフレッシュバイサイバーエージェントと YUM チャンネル同時オンエア、吉達大輔の趣味ラジです。趣味ラジではお便りを募集しております。今月のテーマは誕生日の思い出です。誕生日の思い出にまつわる体験談、雑談などございましたら、今見ていただいている動画のテキスト欄にございますメールアドレスまでどしどしお送りください。もちろん普通歌も大丈夫です。タイトルに趣味ラジ、そして本文にはあなたのハンドルネームもお書き添えください。締め切りはその月の20日までとさせていただきます。皆さんからのメールをお待ちしております。はい、今週は以上となりますが、来週の金曜22時もお会いできるのを楽しみにしております。それではまた次回、吉達大輔でした。